北井は、台湾の作家、研究者。国立台湾大学外国語文学科卒業、国立台湾大学外国語研究科修了後、米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校で、比較文学の博士号を取得。ウェズリアン大学東アジア研究科講師、コネチカット大学外国語研究科准教授を経て、現在は、国立政治大学台湾文学研究所准教授。 気が関心を寄せているテーマには、フェミニズム、クエア文学、ポストモダニズム、インターネット文学、SF 小説等があり、学部生の時に、イタロ・カルビーノの翻訳を開始している。1995年に発表された代表作、幕は、映画、演劇、社会学、文学、哲学理論を縦横に織り込んだ SF 小説で、台湾クエア文学における重要作となっており、 木は、旧大悦、陳由紀、高良らと共に、クイア作家と称される。これまで全国学生文学賞、中央日報文学賞、養紙文芸 SF 小説賞、連合法文学賞、川渡る旅行文学賞等を受賞。木の小説は、英語、フランス語、スウェーデン語、日本語に翻訳されており、日本のメディアで、木は、クイア SF 小説の機手と紹介された。 期待作品の日本語訳には以下があり、代表作、幕を、はじめ全4作品を読むことができる。ありがとうございます。